き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、うち。それを先に言え。舐めてんのか、このガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。ジャンパン処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシなジャンパン食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。おお、あの、もう諦めたらどうだ。エンチャントヘルブレイク！こいつらってまだ捕まってないんだろう。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。
誰だ。この子が七つの大罪？店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ？シャベル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク。解放していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ。はい、やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた生きてるか死んでるかも分かんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。なに、急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、するよ。よし。
7つの大罪の一人を追い込んだとあれば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。豚が突進してきます。山猫の悲劇師団、油断するな。油断するな。こらこら、なんとお礼を言えばいいか。で、お前はなんで7つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。ってのんきだな、おめえは相変わらず。
でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです。